天皇陛下のご臨席を仰ぎ、第195回国会の開会式を行うにあたり、衆議院および参議院を代表して式辞を申し述べます。去る10月22日衆議院議員の総選挙が行われ、11月1日をもって特別国会が召集されました。我々は新たな決意のもとに、内政外交の各班にわたり適切な施策の推進に万全を期さなければなりません。ここに国会は先の総選挙による新議員を迎え、我々に課せられた重大な使命に鑑み、日本国憲法の精神を対し、おのおの最善を尽くしてその任務を遂行し、もって国民の信託に応えようとするものであります。本日第195回国会の開会式に臨み、衆議院議員総選挙による新議員を迎え、全国民を代表する皆さんと一堂に会するとことは、私の深く喜びとするところであります。ここに国会が国権の最高機関として当面する内外の諸問題に対処するにあたり、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。